先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つといわれるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。この馬にとって直線での豪快な G1 の大舞台、ファンはこの馬を一番人気に支持しました。ウリエンジェ、サラブレッドらしい見事栗色の美しい馬体には芝の名手を背にこの一番人気は譲りましたが、2歳チャンピオンとしてここは意地でも負けられません。サンクレッド、また1頭その漆黒の馬体にはうまくスローペースに持ち込んで前走を解消しているこの馬、人気はありませんが、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。ウィンドホリデー、前走の結果に納得しているはずはありません。この大舞台で巻き返しを図れるか。オメガ、前走で敗れはしましたが、前走の敗退を糧にして語り継がれてきた足毛の勇者たち、前走の敗戦を今日の、さあいよいよファンファーレです。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つといわれるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のカーズアイディア、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはボメル、アーベリスハット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して大鳥王座、鼻に立ちます。その後ろからはオメガ、この馬も上がっていく構えです。さらには大鳥の馬、10番グラッドネスサベラ、その後ろ大鳥の馬先手を取りました。並んで16番大鳥ステディ、テンマグリセリン、そのうちに続いています。すぐ後ろにサンアパル、その後ろからはアーテリスニザルダ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。シーズナーアーテリス、すぐ後ろオレンジの帽子ウィンドホリデー、その後ろここにアーテリスハット、一番人気のウリエンジェ、現在馬群の中ほどにつけています。その外からカーズアイディア、内からはオートリーウェル、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さらにはイエスコロネット、内からはセシルアリディ、ここでオメガ先頭に変わりました。グラッドネスサベラ、ほとんど差がありません。オートリノが3番手、最後方追走はサンクレッド、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。ウリエンジェン、いい位置、果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オメガ先頭、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。あと 200m、 ここで後続が襲いかかる、内から一気に差を詰める。グリエンジェ、グリエンジェ抜き去った。グリエンジェ、グリエンジェ1着、2着はシーズアーテリス、3着にオメガ。グリエンジェ G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。